松方弘樹さんは釣りの達人として知られており、特にクロマグロの大物釣りで名を馳せた。彼は山口県悪石の海域で300キログラム超のクロマグロを釣り上げ、高額で取引されたことがある。また酒豪としても有名で、ウイスキーを本と日本酒一升を飲む記録を持つ。映画撮影中の危険なエピソードもあり、韓国でのロケ中に軍に誤解されるほどのリアリティを演出した。彼の生き方は驚愕と興奮をもたらす。